にちは。ウクレレとギターのラリーパッドです。はい、今度ね、オルガニスト花田恵美ちゃんのねイベント花田恵美ハッピーテンデイズの2日目に僕たちフラリーパッド出演させていただきます。すごいね、テンデイズってことでね。そう、はい、じゃあね、日替わりでね、いろんな方と一緒にやれるんですけど、うん、2日目僕たちフラリーパッド、はい、フラリーパッドでね、はい、恵美ちゃんとやるんですけど、恵美ちゃんは、過去にね僕たちの、ライブサポートして一緒にねツアーも、回ってもらってますね。回りました ね、 ね、はい、だから僕たちのこともよく知ってる、はい、ね、僕たちも恵美ちゃんのことをね、そこでねいろいろ、知ったんですけどね、うん、今回はその僕たちの曲ももちろんね、そして恵美ちゃんの曲をね初めてですね僕たち、そうですね、演奏を一緒にします、はい、うん、どうなるんでしょうねえ。恵美ちゃんの曲って結構ねファンキーとかブルージーな曲なんですけど、うん、まあ、僕たちのその音楽にない色でもあるじゃないですか ね、 そこら辺こうウクレレとギターの、うん、僕たちの音楽でどんな色に染めてやろうかな染まらせてやろうかな、はい、ロンホンってなるんか、そうそうそういやいやいや、やるときやるよっていうところね僕らも見せていこうかなと思ってますしね。でね、あの僕たちの曲もね、恵美ちゃんがいろんな音でね彩ってくれるはず。そうなんですよ、うん、もうより爽やかに、爽やかになるか、ね、いやでも恵美ちゃんのドロッとした部分があるかもしれないですよね、はい、それもね楽しみなんですけど、はい、それから、大ちゃんと恵美ちゃんのデュオを、そうなんですよね、僕と恵美ちゃんのデュオみたいなこともね、うん、考えております。はい、ウクレレとオルガン、まあ、ウクレレとキーボード、そうですね、ね、何するか、大ちゃん何するかね、それはもう秘密です。秘密、秘密、はい、やらへんかもしれないね。やらへんかもしれない、そうだ、まあやるでしょ。で、僕もね、恵美ちゃんとね何をやろうかなと、まあもう考えてるんですけどね、そちらもね、皆さんも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、日にちは、11月15日火曜日です。皆さんの、たくさんのご来場ね、お待ちしております。10 days 2日目です。来てください。